こま うわーめちゃくちゃおしゃれなバーだ俺なんかが来て大丈夫だったかな <laughs> いらっしゃいませお客さん心の声漏れちゃってますよえあっドゥドゥすみませんこんなおしゃれなバー初めて来たもので俺なんかがいちゃ間違いですよね何をおっしゃいますかまたのご来店を心よりお待ちしておりますえどっち今日はいていいの何飲まれますかあいていいんだえっと前の店で結構飲んできちゃったので何かさっぱりとしたものをそれでしたらおそうめんはいかがでしょうかあいやですできればちゃんとした飲み物の方がではイチゴを使ったフルーティーなものなどはいかがですかあじゃあそれでお願いします かしこまりましたすぐにお作りいたしますかっこいいなきっとどんなお酒でも作れるんだろうなお待たせいたしました季節限定ストロベリークリームフラペチーノトールサイズでございますいやスタバの新鮮 重いよ下の方に練乳が溜まっておりますのでよくかき混ぜてからお飲みください。だから重いってあそういえばストロベリー系の飲み物で赤い色を出すために使われているこちにいる色素って原料が貝殻虫科のエンジムシっていう虫なんですよね。どうぞごゆっくり。やっぱり帰ってほしいのかなお客さんご結婚はいや、まだです。じゃあ彼女さんはいないです。ええー、世の中の女性は本当見る目がないなこんなに素敵な人を放っておくだなんて。えぇ <laughs> ありがとうございます。マスターお上手ですね。何 <laughs>、本当のことを言ったまでですよ。ところで人を喜ばせるための嘘ってつ トークテーマの順番 いらっしゃいませあれまただどうしたんですかいやね、時々誰も来ていないのに入り口のベルが鳴るんですよえあ、そうだ、ちょっと不思議な話があるんですけどねまさか、怖い系ですかんお会計12万8000円いや、お会計じゃなくて怖い系ですかってあと、今チラッと怖い系のお会計の話聞こえたその不思議な話っていうのがねえー、続けるの大丈夫、そんなに怖い話じゃないからもうそういう問題じゃないんです2、3年前くらいかなちょうどこのくらいの時期に一人で来た男性のお客さんちょっと様子が変でねなんか暗い感じでさ何飲みますかって,聞いても うつむいたままで仕方ないから季節限定ストロベリークリームフラペチーノを作って出したんですよマスターお気に入りなんですねでね私がその後ちょっと目を離した隙にそのお客さん一瞬で消えちゃったのえなんであの時消えちゃったのいやそれじゃ僕が犯人じゃないですか知らないですよいやびっくりしてね慌てて探したんだけど見つからなくてそしたらそのお客さんの座っていた席から入り口までの床に赤いシミがポツポツとできていることに気づいたんだまさかそれってっコチッこっちにいる色素こっちにいるたあれはエンジムシが人に化けて現れたんだと思うよなんだその話それからというものを季節 限定ストロベリークリームフラペチーノを作って出すたびに入り口のベルが勝手になるってわけさあそろそろ閉店の時間だお会計でいいかなやだ意外と早く恐怖の時間来きたお会計は12万ん8,000 っていうのは嘘でーえどういうことですか人を喜ばせるための嘘って罪だと思いますかってお客さんに聞いたでしょうどうこういう嘘なら大歓迎じゃないえあって,ってなんだびっくりしたマスター <laughs> ちなみにこっちにいる色素も今はいろいろと騒がれて代わりのもので代用されることが増えてきたみたいだよトマトから抽出したリコピンとかねリコピンかよそれならなんか安心ですねはははそれじゃあ本当のお会計ねえっ、ー、と8200円です期間限定ストロベリークリームひらチーノ高い この物語の裏話や楽しいお話が盛りだくさんの「ドゥフラジオ」がサブチャンネルで公開中その他のおすすめ動画やチャンネル登録もよろしくお願いします最後までご視聴ありがとうございました